モデルプレスイコール2024年4月20日、グローバルボーイズグループ、E2、INI が20日、日本テレビ系新音楽番組、With Music、2時間生放送 SP、毎週土曜夜7時56分から、この日は19時から、に出演。パフォーマンスの最後に注目が集まっている。写真、E2メンバーの意味深投稿。E2、エンディング妖精が話題この日、デビュー曲の、ロッケティアー、を披露。パフォーマンス後には木村正樹かなと西高妃と、高塚大夢、高、は正式には、はしご高、と池崎理人、咲、は正式には、立つ咲、とペアごとのエンディング妖精、楽曲の最後に行うカメラアピール、が映し出された。年長コンビの、キム・西の愛称で親しまれている木村と西、リヒロムと呼ばれている高塚と池崎は2画面であることを生かし、ハートを作るなど2人で連動したポーズを披露した。このエンディング妖精は K-POP の音楽番組では定番となっているものの、日本ではまだ数が少ない。また1人ずつ映されることが多いため、それぞれのソロカットが2画面で表示された形に、X、旧 Twitter、上では、新しいエンディング妖精、エンディング妖精あると思わなかった、日本で初めて。といった驚きと喜びの声が続々と寄せられた。またコンビとして人気も高い2組が選抜されたことを受け、ファンが見たいもの詰まってる、キム・西取ヒロムナの天才、テンション上がった、需要わかってる、と盛り上がり、関連ワードがトレンド入りを果たしている。モデルレス編集部。